よろしくお願いいたします。まず根本さんに伺いたいんですけども、地球環境の今の現状ですね、すごく気になるところがあります。教えてください。はい、国連はですね、今年70周年を迎えまして、その国連にとって今年最大の課題というのは、地球温暖化、気候変動に少しでも歯止めをかけるということなんですね。はい、今朝の天気予報を見ていて、台風8号がもう生まれた、発生したっていう話があって、台風が今年たくさん発生してますし、5月暑かったですよね。関東で、過去最高の気温を、5月としては過去最高の気温を記録しましたし、それから去年たくさん台風があって、台風が大型化してるっていうことも言われました。なんか地球がおかしいなっていうことを、ね、はい、お感じになりませんか？そうですよね、はい、で日本ではまだそこまで行ってないんですけれども、例えば太平洋の、キリバスとか、ツバルというような小さな島国ですね、そこはですね、どんどん地面が下がって、海に飲み込まれてしまって、でキリバスなどはですね、もう外国に土地を買って国がなくなった時のことを備えていると、はい、そこまで行っちゃってるんですね。深刻な状況、はい、でこれは世界の各国が、何とかしなきゃいけないということで、はい、今年11月30日から12月11日まで気候変動枠組み条約という条約があって、それに、入っている締約国が集まって会議を開きまして、そこで、はい、2020年以降のその二酸化炭素の排出に、歯止めをかけるような、そんな法的な枠組みをね、決めようとしているんですね。 COP21、 はい、 COP21 です。はい、そこではやっぱり真剣に目標を掲げて目指していこうということですよね。そこで、代表交渉に参画しているのはもちろん政府が中心なんですけれども、企業にもいろいろできることがある、はい、それから私たち一人一人にもいろんなことができるということで、これは政府も企業も私たち一人一人も関心を持っていかなければいけないことなんですが、はい、最近ですね、この地球温暖化の問題に各国どれぐらい危機意識を持っているのかという意識調査があったんですね。そこで日本は大きく出遅れてるんです。意外と関心が、今日お集まりいただいている方はすごく関心が高い印象なんですけど、ね、そうなんですね、世界から見ると、世界と比べると、なんとかしなきゃいけないと思っている危機意識の高い方々が世界全体の平均の半分、あるいは 60% ぐらいしかいないんですよ。そうですね、まだまだ頑張っていかないといけない部分も多いということなんですけど、そうですね、土井さんに伺いたいんですが、環境省は地球温暖化対策のために、まあ、豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵だったり技術をみんなで楽しく共有して、まあ、発信をされていると思うんですけど、これはどういう取り組みなんでしょうか？そうですね、温暖化目標、日本の目標を、達成するためにはですね、再生可能エネルギーも重要なんですけれども、省エネルギーを徹底して行うということも重要です。で日本はですね、世界の中で見てもこの技術は、世界ランクトップランクなんですけども、いかにこれを選んでいくかというところが重要になってきますので、それを後押しするためにこのようなイベントも含めてですね、皆さんに知っていただきたいというふうに考えています。でもね、今日来てくださった方は少なからず、本当に意識の高い方だと思うので、ぜひなんか改めてね、今日帰って持ち帰っていただいて、なんか考える機会にしていただけたらと思います。そうなんですよ、 SNS をね、やってらっしゃる方も多いと思うので、はい、Twitter や Facebook でどんどん発信してもらえるといいですよね、はい、特に楽しくやるっていうことがキーワードだと思うんですけども。そうですね、あまり難しいものではなくてですね、例えば家庭の電気のうちの約 15% は明かりに関するものなので、はい、今日のようにこうキャンドルで楽しんでみるであるとか、あとその LED に切り替えるということも非常に大きな対策になってますので、ぜひ楽しみながらやっていただきたいと思います。
そういうこと、まあ、ファン・トゥ・シェアっていう言葉もありますけども、あの楽しくみんなで共有して前に進んでいこうっていうことですけども、あの、まあ、日本が世界に誇るその省エネのいろんな製品とかあると思うんですけども、それを後押しするような運動っていうのもあるんですよね。7月からですね、クールチョイスという形でこのようなマークをCM であるとか店頭に出しまして、はい、ぜひ皆さんに選んでいただきたい環境技術についてはこの矢印で指し示していきたいというふうに考えておりますので、店頭でもしお見かけいただけましたらば、あ、これがついている製品をぜひ積極的に選んでいただきたいと思います、うん、それが世界全体を救う一歩になると思いますので。なるほど、あのクールチョイス、青い涼しげな矢印を見たら、それは地球環境にやっぱりの手助けになっている商品。そうですね、第一歩だと思いますので、うん、はい、分かりました。ぜひ見かけたらチョイスしてみてください。さて、明日の夏至から七夕まで呼びかけているライトダウンキャンペーンに関しても教えてください。キャンドルナイトと連携いたしまして、環境省政府全体で、夏至の日から7月7日のクールアースデーまでライトダウンをやっております。全国で約2万1000の施設が参加いただいてますので、お近くの施設をホームページなどで検索してもらいまして、ぜひお楽しみいただければと思います。これ、あの夏至の日と七夕のクールアースデーという言葉で、あのその浸透結構してきてるんでしょうかね、クールアースデー。そうですね、洞爺湖サミットからこれを活動してますので、世界にもこう発信していっているというところです。はい、ぜひ皆さんもチョイスしていろんな活動あの注目してきて参加していただきたいなと思います。国連広報センター所長根本かおるさん、そして環境省地球環境局地球温暖化対策課長の土井健太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。